はい、もしもし。えっ、ー、とね、私ね、トレジャーファクトリー行ってきました。あの、高みの里の、ちょっと行ったところ、トレジャーファクトリー。ね、何番やったのかな、これ。あの、割と安かったね。ライダーマン。ライダーマンとかね。あの、あれ、子供がすぐ、すぐ釣ってるやろ。ね。 ウルトラマン、ジョーニアス。これね、これね、人気、人気ある、あるか知らんけど、安,安いと思ったから買った。うん。ね、これザ・ウルトラマンやな。うん、ザ・ウルトラマン。俺は、あの、ガツンと、あの、知ってるんですけど、ね。 はい。ウルトラマン関係っていうかね、もうみんな子供が捨てたやつだからな。うん。ああいうのを安くしてくれっていう感じやな。うん。それで、仮面ライダーね。仮面ライダー良さげなやつを。はい。角短いね。で、えー、これ、スカイライダー。 スカイライダーとかね。うん、形ん形やつとかあるな。なんか色が良さげのやつ。これ2号か ?2 号かな ?2 号はね、子供の時ね、おっちゃんがね、あの顔やってあの2号。2号の顔してて、兄弟の人か兄弟の人で、 覚えてねすごい。ソフビーめっちゃ買ったよな。200円のソフビー。めっちゃ買ってく、もらって、私が育ったっていうね。うん、ブラ、ブルーマークもね、知ってたんやけど、ブルーマークはね、あの、ハリ中のハリ中のでね、ゴザ売りしてたよね。ギロ星15はね、ゴザ売りしてて、ゴザ、ゴザで売ってて あの、ブルマーク関係の人かなおもちゃ屋さんかなご座で、ご座を引いて、えー、売ってた。うん。当時なんぼなんやろ。知らんけど、なんや、お小遣いをこう、無理やりむしり取って、ギロ星人とキ、キース星人二つ買ったな。うん。あの、そんなことあんまりなかったんやけど、 うん、そういう意味で、針中のは、うん、あの、すごい場所でした。もう今はね、そういう空気はないな。うん、あの、ゆあの、重曹重層がね、あの、えっとね、バカボンっていうか、バカボンってか、 サザエボンとか、売ってたやん。サザエボンとか売ったと、売ってた時は買いましたね。サザエボンとかね。うん、はい。うんね。メルカリで売ろうかな。ねえ、メルカリ。メルカリねうん。ああ。それで、あの、床屋情報やねんけど、 え、高見の里の前、トレジャーファクトリーの前に、なんか、グーグルでね、乗ってないのよ。乗ってないとこ屋があって、男が、男が行ける、おじさんが行ってる、行ってもい、オッケーで、女性が切ってる、あの、とこ屋さんです。あのね、1000円やった。びっくりした。前、1200円とか、 っていうか、あの、イオンでも1200円取んのに、そこは1000円やった、うん。ね。ソフトモヒカのせ、1000円でした。得やなぁと思って。うん、Google 調べたら載ってないねんね。うん、あ、ない、インスタ載ってたな。インスタのなんかは載せてたわ。うん、調べてみよう。はい。